何はゆう子は、日本の女優である。出生面積霊氏結婚後本名、斉藤霊氏1909年2月13日、岡山県小島。1926年3月、旧姓、京都女子高等企芸学校を卒業し、同年7月25日、東京に移り、小区鎌田撮影所に入社する。同年10月1日に公開された。 斉藤虎次郎監督の時代劇、土涛に出演して、満17歳で映画界にデビューした。1933年、満24歳で同社の監督、斉藤虎次郎と結婚する。当初は娘役、そして妻役を演じていたが、やがてトーキーの時代になり、その後は同年3月1日に公開された、野村博雅監督の応援団長の恋、 あるいは10ヶ月のブランク後の翌1934年1月20日に公開された同監督の玄関版とお嬢さん以降は芸妓や女中役ばかりとなる。結婚後は夫の斎藤作品には一切出演していない。同撮影所は1936年1月15日神奈川県鎌倉郡大船町に新設された小畜大船撮影所に 全機能を移転することになり、何はも大船に移動になり、引き続き同撮映所が制作する映画に出演した。同年9月15日に公開された、小津安二郎監督の一人息子では、竜知州の妻で爆弾小僧の母という役どころを演じたが、他は、芸妓役が多かった。満28歳となった1937年3月3日に、公開された。 小津安二郎監督の、畜女は何を忘れたか、以降の出演作が見当たらない。1982年5月1日、夫の斉藤虎次郎が七77歳で死去した。以降の消息は不明である。没年不詳。長男、斉藤実は、脚本家である。腰弁頑張れにおける、山口勇の妻であり加藤誠一の母役、二22歳。すべてクレジットは、 出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。すべて制作は、松竹か田撮影所。すべて配給は、松竹キネマ。 特筆以外すべてサイレント映画である。すべて制作は、松竹大船撮影所。すべて配給は、松竹。すべてトーキーである。ありがとうございます。